進撃の巨人ラジオ、進撃の巨人ラジオ、カジと下野の進め電波兵団、電波兵団。皆さんこんにちは、テレビアニメ進撃の巨人エレン・イェーガー役カジユキです。同じく皆さんこんにちは、テレビアニメ進撃の巨人コニースプリンガー役の下野ヒロです。この番組はテレビアニメ進撃の巨人を全力でフィーチャーしていく巨人だけに超大型進撃ラジオです。番組33回目。あら、ゾロ目じゃないの。ゾロ目でございます、ね、さあ、前回はリヴァイ役の神谷さんが遊びに来てくださいました。いやー、念願のゲストだっただけにね、濃い話がいっぱい聞けましたね。そうですね、すごかったですね。いや、本当はね、もっとこう毎回少なくともこの番組の前半は、がっつりああいう話をね、そうね、したいわけですよ。そうね、ただね、俺ら話し尽くしたから、ね、そうなんだよ。ゲストが来てくれないと新しい刺激が欲しい、ね、そうなのよ。我々はいつでも刺激を求めてるのよ。勝手に考察もさ、できないじゃない。そうなんだよね。アニメの方とさ、原作の方にいらっしゃいますからね。そうなんだよね。難しいですね。難しいね、まあ、なのでね、もう最初から言ってますけども、違った角度で、そうだね、進撃の巨人をこう応援していくと、毎回毎回ね。そうです、我々はね、もう角度違いすぎて、もう進撃の巨人かどうかもいや分かんなくなってきてる気もします。もう少しいろいろこう抑えられるのかね、スケジュールってもんは。ねえ、呼ぶ気あんのかい。呼ぶ気あんのかい。そうだよ、毎回ゲストいたっていいじゃねえかな。ねえ、さ本当に、ね、まあね、すごくリスナーの方にも好評だったと思いますが、はい、まあ、今回は通常営業でございます。はい、そうです。2人だけです。そうです。ね、ごめんなさい。それで、6月23日更新なので、もう今回6月は今回で終わりですね。ああ、完全に上半期終了か。早いですね。早いね。はい。どうでした？そうね、なんかいろいろあった気がするけど。うん、じゃあ何がって言われるとさあっていう。そうですね、まあいろいろ濃いね、こうちゃんと充実した一日毎日を送れてるんですよ。そうね、まあやっぱりなんかこう一日一日が、なんだろうな、その仕事とかもそうだけど、それ以外のところでやっぱりここ数年特にそうなんだけど、自分の中で考え方が変わってるのか分かんないけど、やっぱね、一日一日が何かしら身になるというか、考えることをすごいいろいろ考えさせられるなっていう風に思うような一日になってきた気がするね。大人になったのかな、それは。やっぱ俺も34歳にして、あ、やっとやっとね。おお、長かったな。大人になるまで長いな。いや、でもね、そう、なんかこう後々思うと、あの時まだまだだなって思うけど、その時は ね、それで必死なわけですからね。そうね、多分これからもずっとそういう思いしていくんだろうな。そうですね、そうですね。いや、もう頑張っていきましょうよ、今日も ね、はい、はい。というわけで皆さん、今日もよろしくお願いします。進撃の巨人ラジオ、カジと下野のおすすめ電波兵団、第33回目、進撃せよ。進撃の巨人ラジオ、進撃の巨人ラジオ、カジと下野のすすめ電波兵団、電波兵団。この番組は進撃の巨人制作委員会の提供でお送りします。さて、今回の電波兵団進撃始まりましたが、6月といえば、ジューンブライドって書いてあります。もうベタよね。もうよっぽど6月といえばジューンブライド。喋ることないんだよね。ないんだろうね。本当にね。ジューンブライド。ジューンブライド。なんでジューンブライドなのかねって、さっき始まる前に話をしていたら。なんか戦略じゃないですかつって、うちの構成作家が結婚式場の、結婚式場の、まあ梅雨の時期ですね。梅雨の時期だからね、確かにそうなのかもね。これ驚きなのが、結婚式が1年で一番多い月は5月だそうですよ。あら、その次が4月、そして10月で6月。へえ、3、あれ、うん、4番目でいいんですか。4番目、5番目、え、5番目、あ、まだ間にあるんだ。へえ、12分の5なんだ。なのにジューンブライドってなんか不思議ですね。そう、なんで余計になんでねえ。これ女性はジューンブライドって、何こう、いいイメージなんですかね、憧れるもんなんですか。別にそういうわけではない。なんだろう、ね、でもなんか、ブームっていうか、その時期多いみたいな、ね。なんかもう必ず、なんか一番いい月みたいな、なんかそういうイメージがあるよね。でも5番目なんですね。5番目なんだね。意外。なんで5月は何なんですかね。あれなんじゃないの、雨が降りにくいとかそういう関係じゃないの。え、4月じゃダメなんですか。バタバタしてるんですか。まあだから4月も一応、ついで4月が入っていって。あ、なるほどね。3月は。知らないけど。3月？
ああ、年度末。かぶってくる。一番何もないから。なるほどね。ああ。10月ってなんだ ?9 月は?あ、9月君の誕生日だ。そうですね。うん、俺誕生日ないですけど、ね。今一瞬忘れたな。忘れるっていうか。一瞬。誕生日がない設定よってことですか?そうそうそう。設定じゃないですけどね。一瞬忘れたな。いやいやいや。なるほど、ね。もう、いいよ、この話。メール行こう?そうですね。うん。もう。何も膨らまない。そうだな。はい。はい、ということで、こちらですね、麦さんからいただきました。ありがとうございます。カジさん、島野さん、こんにちは!こんにちは!シック、進撃の巨人キャンペーンの動画が公開されていますね。うん、訓練兵のみんなが、巨人の髭を駆逐して、爽快にするシェービング兵団で頑張る姿がとても面白くて声を出して笑ってしまいました。うん、動画の一つには、ジャンが頑張る回もあって、やっぱりジャンは愛されてるなぁと感じました。過去笑い。笑われてる。私は、ミカサの、エレンは私といないと、早剃りして剃り残すから、のセリフが好きです。そんなセリフあるんだ。ある。まあ、一緒にそれは撮ってないのでね。いろいろエピソードごとに分かれたんですよ。なるほどね。OVA 第2巻やコラボキャンペーンで原作のシリアスな面とは真逆に真剣におバカなことをやってくれる進撃の巨人が大好きです。追伸、動画にはコニーが出ていなくて残念です。私もです。あ、私もですは下野さんの気持ちですか、うん、前にもブログに書いたんだけどもさ。はい。電車乗ってたらさ、男子学生の声が漏れ聞こえてきてさ、うん、コニーの声って気持ち悪いしな声なんだ声って言われて、なんだろうな、これはコニーを通り越して俺に突き刺さってると思って。本当っすか、笑う声批判、うん、すごいですね。気持ち悪いしな。気持ち悪い。気持ち悪くはないですよ。コニーの声気持ち悪いしなって言われて。気持ち悪い。いや、待ってくれよって、思いながらね。いろいろ言いたい年頃なんですよ。ただなんかもうショックを通り越してすげえ爆笑して、俺なんだけどって言いたくなりそうになったもんね。俺の声気持ち悪いかなって。言って欲しかったな、それ。聞きたかったけどね。聞けなかったわ。顔上げられんかったもん。笑ってたんですか、質問。うん、いやー、これね、シックさんとのコラボレーションですけど、うん、まあ、エレンもね、もちろんセリフあったんですけど、うん、本当、本編の収録さながらに、うん、結構叫び、おう、まあ、ちょっとこう演説チックなセリフだったんですけど、うん、もうそれをこう、いいのが出るまで何回も撮ったりしたので、本当、声枯らして帰りましたからね、そのぐらい全力でやってますから、ぜひ、楽しんでいただきたいですね。全員が丸坊主になる CM とかにしたらいいんだ。そしたらね、活躍しますね。そうだね。もともと坊主だよ。もともと坊主って。わ、うん、かんない。もともと坊主だから出番がないかもしんないよ。剃るものがないっつって。だって別に坊主は剃ってないですからね。そう。買ってるわけですよ。買ってるからね。じゃあなんか高枝切りばさみとかの時に。バカバカバカ。とのコラボレーションの時に。おいおいおい、そんななんかホーム的な感じなんだ。バリカンバリカン。バリカンね。あんまバリカン、需要はどうかな。バリカンか、ぜひバリカンのあの企業の皆さん、コニーとのコラボレーションよろしくお願いいたします。さあ、次ご紹介します。はい。ピカンチさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カジさん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。7月に西武ドームで行われる進撃の巨人とリアル脱出ゲームのコラボに、シモンさんもご出演されることが決まりましたね。はい。決まりました。そうなんですね。うん、そうなんです。リアル脱出ゲームは以前からとても興味があったので、これを機に私も参加することに決めました。お。謎解きが難しいと聞きましたが、巨人に捕まることがないよう訓練兵として脱出を目指したいと思います。うん、7月が今から非常に楽しみです。そしてこれは余談なんですが、脱出ゲームに一緒に参加する友人からこんな内容のメールが送られてきました。初ダッシュ村ゲーム楽しみだね。もちろん脱出ゲームの間違いだとは思ったのですが、なんだか妙に壺に入ってしまい、しばらく一人で笑い続けることになってしまいました。なんだろう、スローライフのゲームかな、なんですかね、なんか動物の森的なメンバー数人でこう村を一から作るゲームなんですね。でもゲームですから、ゲームだね、実際にはないんでしょうね。そうね、線がこう引いてあって、引いてあるのかな、ここかまどねとかある、おままごとかいや、ゲームだから外からきっと来るんですよね。そうなのかな、猿とか
イノシシとかが攻めてくる。すげえ動物じゃん。壊されるのを守りながら作り上げるゲーム。え、それリアルにやるの？ちょっとやってみたいな。ダッシュ村ゲーム。動物舐めちゃいけないよ、本当に。怖いぜ。鉄腕ですからね。何があるかがね、鉄腕って。なるほどね。あ、志村さん出るんですか？出る出る。でもこれどういう関わり方するんですか？わからない。僕一回あの脱出ゲームとコラボした作品で、同じくセーブドームで、あの、出演したんですけど、うん、その時はまああの、出題する側なので、謎を一緒に解くことはできなかったんですけど。ああ、多分ね、でもね、そういう感じなんじゃないかな、とは思うんだよね。ね、ぜひやってみたいですけどね。やってみたいよね。なんかそういう企画とかないのかね。あと誰出る？あと聞いてるのはね、サシャ。お、小林さん。小林さん。おー。うん。やっぱ、セットなんですね。セットっつうかなぁ。いやもう、出してく、芋コンビっておかしいだろ。なんコニー芋じゃねえぞ。え？頭がか。はい。あ、あ、違うんすか？じゃあ芋型。じゃあ芋コンビ。芋型巨人。じゃあ芋コンビでいいよ。芋コンビでも出してくれるんだったらもう芋コンビでいいよ。いや、楽しそうですね。うん、その二人がゲストで来てくれるっていうのは。そうだね。他にもなんかいるらしいけど、ちょっとね、それ以外は。私、今のところ分かんない。今のところ分かんない。なるほど。じゃあちょっとね、はい、これ皆さん公式サイトとかで確認してください。そうですね。ぜひ参加してみてください。はい。では続いていきましょう。理想はアルミン。現実はコニー。おい、待って、どういうことだ参加いただきました。理想はアルミン。現実がないミンなのかと思ったら、そういうことなんですね。普通にアルミンはアルミンなんですね。アルミンはアルミンなんだね。なんだろうな、これ今、何を指してんだろう。彼氏かな。ただ、まず間違いなく、彼氏のことなのかどうかわかんないけど、まず間違いなく、コニーがオチに使われてることだけははっきりわかった。いや、でもほら、現実の方がいいっていうパターンかな。ないだろう。理想はこうだけど、まあ、実際、こうね、なんか、近くにいる人したらコニーの方がいいなっていうことかもしれないです。もういいよ、その優しさが逆に痛いよ。はい、じゃあ、コニーはオチです。はい。はい少し相談なんですが、はい私は某ドラッグストアで働いていて、仕事上商品ポップを書くことが多々あるのですが、ポップには商品名と価格だけを書けばそれで十分なんですが、同じ文面だと飽きてくるので、何か面白くする方法はないかと考えていたら、漫画に出てくる名言や言い回しを少しもじったものを書けば知っているお客さんに受けるんじゃないかと思いました。そこで進撃の巨人のネタをもじろうと思ったんですが、いいアイデアがなかなか思い浮かびません。文章が短くないとポップに書ききれないので、意外と難しいんです。カジさん、下野さん、何かいいアイデアないでしょうか？今考えてるのは駆逐してやる一滴残らず、寝薬ですか？飲まなければ潤わない。私の特技は脂肪を削ぐことです。何の商品？超低カロリー級炭酸です。私はお酒と飲料が、担当で、特に飲料のポップを書くことが多いです。なるほど。これでいいんじゃないの？俺結構好きだよ。駆逐してやる一滴残らず。なるほど、ね。いいんじゃない？いいんじゃない？オーソドックスじゃない？うん。何の成果も得られませんでした。ダメダメダメ。絶対書いちゃいけないやつだから、それ。売れねえよ。ダメですね。あと何ですかね、うん、なんだろうな。急に言われてもね。そうだな。突然って言われても、ね、ちょっとね、原作見ながらじっくり考えたいですけどね。うん。なんだろうね。でもこれ、まあ、これいいんじゃないですか？駆逐してやる一滴残らず。一滴残らずで。俺もいいと思うんだ。うん。うん。なんつうのかな。あ、でもちょっと待って。ちょっと話戻っちゃうんだけどさ。あ？これ男性ですよね、多分。うん。と、これじゃあ、ほら、一番、お名前、理想はアルミン、現実はコニーはどういうことなんだろう。自分がなりたい。自分の理想はアルミン。ってことか。だけど、コニーってこと？髪型的野球部かな。ああ、どうなんだろうね。違う予想をし始めちゃったけど。そうだね。うん。いや、まあ、じゃあこれでぜひ行ってください。うん、どこ？大阪？大阪の方ですね。うん、じゃあ、まあ、このポップ見つけたら多分この現実はコニーさんですから。そうだね。うん。うん。現実コニーって書いといたらいいんじゃない？飲めばアルミン。飲まなければコニー。待て待て、どういうことだよ。育毛剤ですね。育毛剤だよね。
あ、育毛剤でいいじゃん。ねえ、でもこの人お酒飲んじゃいけないから。そうか。うん。まあ、でも育毛剤の人に言っといて。もんな。うん。だからそのポップ見つけたらぜひ買って売り上げをこう上げてください皆さんね。はい。うん。いや、いいじゃないですか、それ。まあ、俺からは感じろとしか言えんからね。あ、出た。それだ。感じろ。アルコールを感じろとしか言えん。アルコールを感じろとしか言えん。あ。まあ、全部鵜呑みにしないようにしてください。そうですね。はい、なんだったら、お仲間とね、うん、一緒に働いてる方と、多分、ね、そういう友達もいるでしょう。ね。ね、一緒に考えてみるのも楽しいと思いますね。はい。はい。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。進撃の巨人に関するメールや番組の感想、我々への質問メッセージなどどんなことでも構いません。メールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントします。メールの宛先はエンディングで。進撃の巨人ラジオ、カジとシマノのすすめ電波兵団。電波兵団的巨人と仲良くなる方法。巨人といえば人類の敵、必ず駆逐しなければならない存在です。しかし、もしも人間と共存できたなら、それってある意味駆逐したようなもの。そう考えることもできます。無理やりだけどね。今日のテーマは何なんですか、その読み方。あんま考えてなかったね。あ、そうなんだ。あんま考えてなかったね。すごいですね。うん、今日もやや考えてないとこういうことになっちゃうね。なってますね。はい。というわけでこのコーナーはですね、リスナーの皆さんから、巨人と仲良くなる方法を送ってもらうコーナーでございます。はい。はい。ね。うん、さあ、エレンだからってイライラしちゃダメだよ。大丈夫。大丈夫。これは、カジユキだから。それでは早速紹介していきましょう。はい、こちら10ゲームさんからいただきました。はい。カジさん、下野さん、こんにちは。こんにちは。私は僕はものすごいことをなんで勝手に一人称変えたんですか。そんなことあるんですか。なんかそういう、あるある、よく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 ないよ、よくある、よくある、初めて聞いた、よくあるよ。わあ、マジか。まあ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 ね、そんなにそこ、こういう、こういう、いや、気になるよ。気になります。なんでだよ、いいだろ。漢字が似てるとか。だってここでもうなんか台本に僕って書いてあっても俺私って言ったりとかするもん。それは自分の話でしょ。いいじゃないの。この人悪かった、悪かった、悪かった、ごめんなさい、すいませんでしゅ。はい、僕はものすごいことを発見してしまいました。巨人が人を食べるのはお口が寂しいからではないでしょうか。そんな理由。それはもう駆逐するわ、そんなのは。なので、巨人にスルメを食べさせましょう。そしたら常に口を使っているので、人を食べる必要はなし。スルメを当てにお酒を一緒に飲めば、さらに絆が深まります。うん、巨人は人を食べなくなり、一緒に酒を飲む友達がいない人は、巨人と一緒に楽しく酒を飲みます。何言ってるんだ。ああ、なんて幸せな日々が来るのでしょうか。スルメをたくさん買っておかないと。シロさん、めっちゃ受けてますね。だって、どんどん自分の話になっていっちゃってんだもん。まあ、これスルメはもうダイオウイカのスルメですよね、これ。サイズ的にね。でもダイオウイカ超臭いらしいぜ。マジっすか。うん。時間が経てば経つほど臭いらしいぜ。でもさ、人食うぐらいだから平気じゃないですか。まあそうか。ダイオウイカってちゃんとスルメになるんですかね。干せばなるのかな。どうだろうね。まだその実験されてないですよね、多分。まあそれをやるためにはだってもう近隣にちょっと匂いがすごい広がることをちゃんと了承を得た上でどっかの部屋でこう人工的に乾かせばいいんじゃないですか。日光と、日光の光と。あ、ビニールハウス的な。まだね、多分スルメにする前に調べることがいっぱいあるでしょうね。そうね。うん、スルメなんか作ってる場合じゃねえって多分思ってると思うけど。あと、確かに巨人にお酒飲ますっていうのはどうなんだろうね。どうなるんですかね。これ巨人は人をこう捕食してるとこしか見たことないですか、ね。エレンで試したことないもんね。あ、お酒？うん、あ、一回。あれそんなヒントになってんの？ピクシス司令にお酒もらってプスって吹くシーンがあるんですけど。ああ、そうだ、あった。あれは巨人だからああだったの。嘘でしょ？エレンがただの。え、嘘でしょ？これどうする？めっちゃ確信ついてる。やべえやべえ。よし、この話やめよう。ね。どうしよう、最終回お酒で飲まして倒すっていう。待って、そんなことないって、ないって。ここまでやっといてそれだったら怒られるって。じゃあただエレンがダメだったのかな。そうだと思うよ。エレンがまだまだ子供だったとか、そういう意味でしょ。ね、
そう思いたい。じゃあ、読みますよ。うん。琴野さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。巨人と仲良くなる方法ですが、巨人はいつも裸でいます。うん、洋服を着てる人間がとても羨ましくて、憎くて襲ってきているのかもしれません。なので、巨人と仲良くする前に、自分たちも裸に近い格好をすればいいと思います。裸に立体起動装置は少しおかしいと思いますが、巨人と仲良くするために耐えましょう。そして、その姿を見た巨人は仲間だと思って襲ってくることはないと思います。その後は、グレンの弓矢など、馴染みのある曲を流して踊ります。カラオケかよ！これで巨人と人間は仲良くなれると思います。どういうことなの？夏祭りかなんかか。びっくりするわ。裸立体装置。裸立体起動。裸エプロンならぬ、裸立体起動装置。大丈夫なのそれって。ベルトだけで巻くってことなんですね。そうだね。うん。くしゃくしゃ。痛そうですね。バカだなぁ。あとね、これ、このエレンたちはグレンの弓矢を知らないんじゃないかな。馴染みがないんじゃない。そうだね、うん。だって彼らは別に普通に活動してるだけだから、うん、音楽流れてるわけじゃねえもん。あの中に音楽っていう文化はどのぐらいあるんですかね。どうなんだろうね。あんまりそういうシーン出てこないけど。そうね。ですね。まあ、確かにね。うん。これまた全然関係ない話だけどさ、巨人に音楽とかってなんか通じたりするのかね。聞いてたら。音楽って静。音楽聞いたらなんかこう、行動が変わるとか。優しい。反応するとか、わかんない。猫を可愛がるとかそういう感じですか。うんうん、急に音楽止まると音楽鳴り始めたの、うんうん、ずっと演奏し続けなきゃいけないのね。なるほど、うん、服が欲しかったですね巨人は、うん、まあちょっと頭で想像するとすごいおかしいけどね、うん、これ逆に巨人に服を着せるって発想はなかったのかな、 なかったのかな、自分たちが脱ぐしかなかったのかな。まあほら着せようと思うと暴れちゃうからなかなか難しいんじゃない。そっか。うん。だから、エレンの巨人に着せてみる。だって、エレンは別に、それで暴れてるんじゃないからね。わかんないじゃん。着せたらなんか気分が変わるかもしれないしね。いや、一応意識あるんだけど。一応ね。うん、さあ、はい、じゃあ続いて、こちら、テラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。巨人と仲良くなる方法を思いつきました。はい。来たよ。うん、ある程度、信頼関係を築いた後。そこだよね。そこ大事だよね。大型巨人限定になってしまうのですが、はい、どうも皮膚が剥がれているように見えるので、ああ頭から足の先まで丁寧に軟膏を塗ってあげます。いやー、染みるよー、多分。優しい手つきに気持ちよくなり、うとうとし始めたらもう大丈夫だと思います。でさ、もう、パターン一緒ですね、この間のコーナーとね、これ。寄り添って寝返りに気をつけながら寝てみましょう。寝るんだ。こんな感じでどうでしょうか。何を元にしてこれを書いたんだ。いやー、何なんだよ。どういうことだ。優しい、なんだこれは。いや、もう大丈夫ってどういうことだよ。痛いよ。筋肉丸出しみたいな感じですもんね。まあ確かにね、うん、筋肉丸出しのところに軟膏を塗っても痛いだけなんじゃねえかな。そうですね。まあそもそもね、この、なんだっけ、ある程度信頼関係を築いた後っていうところ、そこを聞きたいんですけどね。そうね、ある程度ってどれぐらいなのかな、果たして。君にとってのさ。よって言ったら、おって返してくれる。返してくれるぐらいの、がある程度なのか、それとも、よ、おー、久しぶりっていう風に行くぐらい、来てくれるぐらいの信頼関係なのか。うん。もうなんか、出会い頭からもう、つってハグをするぐらいの関係性なのか、それによってもいろいろ変わってくるんじゃないかなって思うんだ。うん、あれ、シモさんメガネ変えました？メガネ変えた。あ、よくわかったね。なんか、あんま大して変えてないんだけどさ。いや、でも、やや黒、真っ黒じゃないですね。そうなんです。うん。変えました。あらあら。ね、このタイミングでそれ触れる？頭とか、まあいいけどね。うん、なんかそのいろいろ、用の挨拶の動きの時に、こう、うん、メガネの輝きがいろいろ変わって、ちょっと茶色っぽいんだなと思って。そうか、それで気づいたんだね。そうなんです。はい。さあ、ということでね。いえ、ありがとうございますよ。はい、というわけで、このコーナーでは、はい、巨人と仲良くなれる方法待ってます。
はい、ね、いろいろ言ってますけど、うん、もっといっぱい送ってきてください。はい。よろしくお願いします。ね。我々否定するかもしれませんが、ね、まあ、そこはもう、心折れずに頑張って送っていただきたい。実際試してみたいですけどね。試してみたいね。確かにね。はい。以上、電波兵団的巨人と仲良くなる方法でした。進撃の巨人ラジオ、カジと島野の、すすめ、電波兵団。エレンの、変身ヘーダ前も自分でやって思ったけど、アイドルのライブの時みたいな。ちょっとでも、なんか、エレンって言うじゃないですか。俺、こんなにアイドルのライブよくわかんないけど。いや、俺もよくわかんないけど。なんとなくでも確かにわからなくはない。なんかね。ねへーって言いますよね。なんかそういうの文化ってどうやって生まれたんだろう。なんなんだろうね。さ、私、カジ演じるエレンは、手を噛むと巨人に変身する能力を持った兵士です。うん、このコーナーは、リスナーの皆さんから自分または周囲の人で、あることをすると変貌してしまうエピソードを送っていただき、紹介していくコーナーです。うん、つまり、ギャップを楽しむコーナーでございます。そうだね。待って、どういう。せっかくだから。このコーナー、もう読まれたら。前向きだな。読まれたら、それはもう全員にあげる。もう前向きだな。さ、ええ。それはもちろんこれ、エレンの変身後、テイラーはね。もうラジオを面白くしていくためにはどうしたらいいのかっていうことをいっぱい考えてたね。いや、うん、そうね。ただその場合多分書くの我々だぜ。いや、全然書きますよ。よし、じゃあ書こう。わかった。はい。理論からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私のクラスには、いつも静かで、休み時間には一人で読書をしている内気な子がいます。うん、ですが、ある日友達とゲームセンターに行ったら、うん、その子がすごいオーバーな動きで、テンションマックスでゲームをやっていました。うん、そんな姿を初めて見たので、友達と興味津々になりながら何をやっているんだろうと思い、こっそり近づいてみたら、うん、やっていたのはなんと太鼓の達人でした。おしかもレベルが鬼で、おフルコンボまでしていて、ちょうどマジで太鼓を叩くバチも、その子のマイバチでした。ちなみに次の日に学校でその子にゲームセンターで見たことを話したら最初は驚いていたんですが、だんだんその子から話しかけてくれるようになりました。おう。お、これいいですね。いいね。すごいな。おお。太鼓の達人って、一番上が鬼って言うんですか？多分鬼なんじゃん。俺も詳しくは知らないけど、多分鬼なんだと思う。おお。すごいですね。すごいと思う。なんかだって初心者とか、まあ、呼び方違うかもしれないけど、その、初級、中級、上級みたいのがあっての鬼でしょ？多分ね。相当だ。相当だと思うよ。俺だってこれ恥ずかしいと思うもん、俺は。人前でこうやることが苦手だから、うん、夢中になってやれること自体すげえなって思っちゃう。俺もね、ちょっとわかる。うん。だから。ダンスするやつとかもあるじゃないですか。そうそう。あれさ、すごいよね。ね。本当に。養成所時代に友達でさ、うん、すごいなんかゲーセン行って、うん、得意なんだっつって、ノリノリでやり始めた時に、わあすげえけど、自分だったら絶対ちょっと恥ずかしいかもって思ったもん。ね、だから見ちゃうよね。見ちゃうけどね。いやだからもう前鉢も持ってるぐらいだから、前鉢ってことは何？あれ、もともと太鼓をやってたってことなの？それとも、それ用のなんかがあるのかな？太鼓の達人用の鉢が売ってるの？鉢があるってことなのかな？だって違うやつで叩いちゃダメなんじゃないですか？まあそうか、壊れちゃうんじゃん。そうかそうか、センサーできっとね感知してるわけですよ。そういうことなのか、うん、そうか、なんでしょうね。すごい、そういうのもあるんだね、商品がね。わかんないですけど、へー、うーん、まあね、しかも自分でね、それこそバチ持っていって、うん、フルコンボっていうことは相当練習してるわけですよ。うん、やってるね。ね、しかもね、まあそれが結果的に、もともとはそれをこう学校ではその姿は全然見せていなかったところでね、これ見ちゃったけど、うん、結局仲良くなれてよかったですよね。本当にね。うん、まあ、だから、なんだろうね。恥ずかしがらないで、たまにはそういう面を見せていった方がいいのかな。ねえ、でも、すごいよね。その、自分がいつもいるコミュニティじゃなければ、それはできるっていうか。そうだね。自分の世界に入るから関係ないのかな。関係ないのかもしれないね。周り全然知らない人がいてっていうところからだから、うん。すごいなんかアーティスト気質を感じますね。すごいな。はい。では続いて参りましょう。はい。かじられた大根さんからいただきました。ありがとうございます。大根さんから。大根さんから、はい、いただきました。かじられてます。ああ、かわいそうに。私には優しくて少し、おとなしめの彼がいるのですが、大根ですか？うん、大根にね。さすがにね、大根同士の。少し前、夜遅くに電話をしていると、彼のお父さんが帰ってきたようで、電話の向こうから、
ただいまなしーと聞こえてきて、ん？あら？と思っていたら全力で、おかえりなしーと答えていて、私は普段の彼から想像できなくて、電話口でしばらく大爆笑してしまいました。そうか。後から聞くと、彼の家族は共通でみんな語尾にナッシーをつけるらしいです。もうこれまずね、大根のインパクトが強くて、全部大根のキャラクターで想像しちゃってるところから始まってるから。ね、俺もちょっとあった。うん。ただ、その上ナシが入ってきちゃってるんでしょ？てかさ、もう大根なのかナシなのかっていうね。みずみずしいですね。てかさ、普通さ、そんな家族との会話ってそんなに聞かせたくなくない？だから仲いいんですよ。仲いいっていうことなのかね。家族で流行ってんでしょうね。うん、彼の家に行ったことあるのかしら、この子は。ないんじゃない？行ってみたらいいかもね。どうしよう、なんか真っ黄色と水色の感じだった。待って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 、違うって。え？そんな家族やだよ。いやでもそういう方もいますよね。いや、そういう方もいるかもしれないけど。はい、だって、そういうイメージが全くなかったってことは、まだ付き合いがそこまでこう長くないじゃないですか。まあそうかもね。これ彼は実家に住んでるってことですかね。ていうかまだ若いんじゃないの。そう、学生さんとか、ね、全然学生さんとかじゃないの。いやーすごいな、俺家でその家族との絡みは想像できないわ。俺父ちゃんこれやってきたらちょっとげんなりしちゃうもん。あ、おかえりって多分普通に言っちゃうと思う。いいから静かにしてって言っちゃうもん。ああ、まあ電話中っていうところもね、うん、あるけどね。うん、電話中そうだよね、これ酔っ払って。いやでもないんだよね、にしてもそうやって返してますからね。そうだな。うん、まあユニークというユニークということでよろしいんじゃないでしょうか。はい、いや今回もいろんな兵士兵団の兵士が見れましたね。はい、見れました、ユニーク、本当にね、はい、いろんな兵団がいらっしゃる。そうです。いやいろんなギャップありました。ありました。ということでこのコーナーではリスナーの皆さんから変身変貌エピソードを募集しております。以上エレンの変身兵団でした。現在公開可能な情報、この時間は進撃の巨人の情報をお知らせしていきます。まずは劇場版情報です。アニメ第1話から第13話の総集編となる劇場版進撃の巨人前編グレンの弓矢が2014年11月22日に新宿バルト9梅田ブルックセブン他にて公開となります。現在特典付き前売り券第1弾となるキャラクターデザイン浅野教授書き下ろし特製ミニクリアファイル付き前売り券が発売中です。こちら全2種類ございます。なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。販売劇場や公開館など詳細は公式ホームページをご確認くださいということで、うん、手元に今ありますね。2種類ファイルありますね。そうなん、これさミニファイルなんだけどさ、入れるところが3つあるんだよね。そう、3つはに分かれてて1枚1枚こう手前中奥っていうね風にイラストが分かれてて、そうそう、立体的に絵が見えるような作りになってますね。うん、1種類はあのグレンの弓矢のキービジュアルですかね。うん、そしてもう1個がこのなんだろう、グレンの弓矢のオープニングの中にあったような、うん、草っ原の上にあの訓練兵団104機が皆さん立ってるっていうような作りですね。そうですね。小西さん向こう向いちゃったんですね。そうなんです、残念ながらね。でもこの頭のラインがいいですよ。頭だけで表現するね。もうすぐ小西って分かりますね。ありがとう、いつも見つけてくれてありがとう。いやすぐ見つけますよ。ありがとうございます、ね。はい、これすごい可愛いというかいいですね、かっこいいですね。うん、これいいし本当にあの使いやすそう、使いやすそう、うん、ね、領収書とかいっぱいしまいそうだもんね。学生さん領収書を使うか分かんないですけど、ね、使わないけどね。はい、ぜひぜひ皆さん前売り券よろしくお願いいたします。はい、手に入れてください。続いて CD 情報です。進撃の巨人ラジオ梶と下野のすすめ電波兵団のラジオ CD ボリューム3とボリューム4がリリースとなります。はい、ボリューム3は7月23日発売で、新規取り下ろしラジオのゲストはジャン・キルシュタイン役の谷山紀章さんです。そしてボリューム4は8月20日発売で、こちらの新規取り下ろしラジオにはリヴァイ役の神谷博さんが登場します。どちらもお楽しみに。以上現在公開可能な情報でした。進撃の巨人ラジオカジとシモノのすすめ電波兵団、お届けしてまいりました進撃の巨人ラジオカジとシモノのすすめ電波兵団、エンディングのお時間です。
さ。はい。思わず口ずさんじゃう。もう一回やっちゃうとどうしてもやりたくなっちゃうんだよな。よくかっこいいからね。そうなんだね。そしてやっぱクリアファイルいいですよね。いいね。あ、これでもランダムらしいですからね。そうそうそう。どっちが手に入るか。まあね、その時にならないと分からない。開けてみないと分からない、ね、もしかしたらこう両方買おうと欲しいと思って2枚買っても同じの出ちゃうかもしれませんけど、 その際はぜひね、お友達と交換して、そうそうそう、ね、コンプリートしてほしいですね。そうですね。もしくは劇場で、あなたも2枚同じのが、あ、じゃあ別のやつだから交換みたいな、お、進撃仲間が増えると、そうそう、じゃあちょっとこの後なんかこうカラオケでもみたいなで一緒にイエーガーイエーガーってまあね、うん、皆さん本当、まあ、家族お友達、そう、ね、みんなで見てください。よろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。通常だったね、完全に。ん、通常だったっけ今日ですか、うん、いや、そう、通常たまには入れない、たまにじゃない、たまにほとんど通常ですよ。通常だけど、うん、次回どうかな。でもそうですねさあ、ということで、はい、番組ではあなたからのメールをお待ちしております。普通のメール、進撃の巨人に関するメール、番組の感想、そして各コーナーまでお便りをどしどしお寄せください。メールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントしますので、メールを送るときは氏名、住所、電話番号を忘れずにお書きください。メールの宛先はすべて小文字で進撃アットマーク温泉ドット AG、 進撃アットマーク温泉ドット AG です。温泉にある番組投稿フォームからも送ることができます。次回の番組更新日は2週間後の7月7日月曜日。7月7日月曜日です。七夕、おー、ほんとだ。七夕だから俺奇跡が起きる気がするんだ。こんな通常回じゃない気がする。そうなんです。こんなグズグズじゃない気がする。そうなんです。お、次回ですが、うん、ゲストさんが遊びに来てくれます。わー、夢が叶った。ユミル役の藤田咲さんです。ちゃんさき、ちゃんさき、ちゃんさきが、ちゃんさきって言うの知らないけど初めて聞いたわ。咲ちゃーんが来るクリスタラブのユミルが初登場でございます、ね、そうですね。これまあね、ゲストさん来た時おなじみのシリアスな話はもちろん聞きたいですが、うん、はい、まあそばかすという表記があったり、うん、まあ、ユミルっていう役名があったりとか、ね、いろいろ謎なキャラクターまだねよく分かってないところがあるの で、 そ う、 です、ね、まあ、そういうところも含めてどう演じていたのかなんかも聞いてみたいですね。いろいろ聞きたいと思います。はい、皆さんお楽しみに。はい、それでは進撃の巨人ラジオ、カジとシモノのすすめ電波兵団第33回目の進撃はここまで。お相手はエレン・イェーガー役のカジユキとコイン・スプリンガー役のシモノヒロでした。次回も僕たち電波兵団と一緒に進撃しましょう。バイバイ。この番組は進撃の巨人制作委員会の提供でお送りしました。